Welcome back. In the previous part, we learned a few more things about Raven, a few more things about May. We had a lovely walk on the beach during sunset, but it's time for us to carry on the story now with 24-4. Still with the run now, a storm is coming and the crows are cawing. Okay. I mean, I'll add people, but whether or not we're actually going to use them, I don't know. It depends where the story goes. Again, we'll go with Seely there. Night, the warehouse by the sea. 着いたぞ。 また同じような倉庫ね。 これがここの特徴なのかもしれないな。 そろそろ奴が現れる時間だ。 セキュリティ機構も増えた気がするわ。 おそらく他の倉庫の襲撃を聞いたからだろうな。 それでもまだ目標はここに潜入すると思う。 ああ。 奴らの計画に影響はないだろう。 支配の律者は目的を達成するために手段を選ばない。 そのためには命すらも捨てるはずだ。 私たちも行動を開始しよう。 気候たちをなるべく避け、相手に悟られないように。 人形はどうやって警備を交わしたの？ 私たちの知らない近道でもあるのかもしれないな。 Look for anyone suspicious in the warehouse. Keep out of their view. Which way am I meant to go? Can't move the camera now. Ugh. Maybe not that way. Yeah, I don't think that way. It doesn't do the heart good when these things just spawn in front of you. It's like, ah! Quick. You're constantly facing that way. I need to get behind you. Hello? Mitsukeda. Aitsu da. Ugoku na. Hako kara hanarero. Sore. Anta tachi imoto ni nani suru ki da? Yamero. 妹に触れるな。俺は。In a flash of lightning, the man fell onto the floor. やっと静かになった。殺してないだろうな。気絶させただけよ。彼の精神状態だと何も聞き出せないと思う。ひとまず縛っておきましょう。同意だな。 Raven tied the man up and tossed him by the wall. こいつ妹とか言ってたが、どういうことだ？これが前に言ってた箱よね。人形がこの中に。ああ、梱包も変わってない。開けてみるか。気をつけて。今までの情報では、人形に接触すると支配劇場という異空間に転送される可能性がある。わ。 Raven took a small and round device out of her pocket and showed it to May. 簡易電磁シールドだ。パワーはお前のものと比べ物にならないが、エネルギーの侵食を防ぐには十分使える。中に入ったら離れ離れになる可能性がある。単独行動の準備をして。 They exchanged a look, and both nodded. I don't wanna.
ここが支配劇場。渡りガラスはいない。他の場所に転送されたか、それともここに入ってきてないか。 It's a very different part of the theater. It is, and look up there. That puppet keeps opening his giant mouth. は怪物だらけね。まるで子供が適当に置いたおもちゃみたいだわ。Yeah, I get you, dude.これはこれは。誰？予想外のお客さんだ。まずい。And I don't see the big puppet now.Does it not have any legs? Like, what? What? ようこそ支配劇場へ。 Oh! Well, let's just jump into the next stage then. ようこそ支配劇場へ。人形。兄さんが全然呼んでくれないと思ったら、トラブルが起きてたんだ。May unsheathed her blade. まあまあ、乱暴はよして、ゆっくり話そうよ。まだここの案内もしてないでしょ？案内？そうだよ。せっかく来たんだし、ちゃんと見て回った方がいいでしょ？ライデン・メイさん。私の名前を知ってるのね。そう、あなたのことは知ってる。みんな知ってるよ。あなたは大事なお客さんなんだもん。さあ、見て回ろうよ。ここを好きになるかもしれないでしょ。歓迎するよ。私たちの一員になってもいい。来ないの？来ないなら先に行くよ。攻撃してこなかった。罠。ひとまず様子を見ましょう。I mean, we are seeing the giant puppet, yeah? It's like... どう？壮観でしょう。みんなで作ったんだ。みんなって？友達だよ。みんな弱いからさ、団結してこの劇場で助け合ってるんだ。あらら、ごめんね。きっと誰かがうっかりここに落としたんだと思う。でも雷の律者の力があれば簡単に倒せるでしょ。いいえ、この程度の敵は力を使うまでもないわ。シュッシュッ。What was with the camera angle? Like, what were we looking at over there? Not entirely sure. Kondo no omocha wa skoshi kasu ga ooi ne. Hayaku shinai to oite tchau yo. Shinpai nai wa. Annai o tsuzukete.律者なのに刀なんか使わないでよ。雷でやった方がかっこいいでしょ。What's up there? もうおしまい？
案内してくれるんでしょ。いい加減しらばっくれるのはやめたらどう。これらの傀儡は全部あなたが操ってるんでしょ。バレた？雷の律者のかっこいい姿を見てみたかったんだよ。 The puppet explained half-heartedly, but Mei had her own considerations. 人形は1回で3から5体の傀儡しか操れない。本体は戦闘力があまりないよね。それにどうしてか私に律者の力を使わせようと執着してる。 More info was needed.他に見て回りたい場所はある？あなたが言ったみんなのことを教えて。どうして私にその一員になってほしいの？みんな弱いから。みんな失敗を経験してこの世界に絶望したからだよ。まあ今のあなたは強いよ。私たちとは違う。もっと早く会えてたら当たり前のように招待できたのに。でも今のあなたでもこの劇場に入る資格はあるよ。どうしてそう思うの？だってあなたの心の中にはまだ絶望が消えてないでしょ。あなたの考えがわかるよ。ネゲントロピーも天命も彼女を救えない。誰かが立ち上がって状況を変えないと。そしてその誰かはあなた自身。偉いね。でもここのみんなもあなたと同じ。現実の不公平と必死に戦った人。けど何ができるというの？問題を一つ解決したらまた次の問題が出てくる。過ちを一つ正したら瞬く間に次の過ちが生まれる。結局私たちは何も変えられない。いろんなことがあったよね。そうだよ。もう外にいるやつにはあったんでしょ。あなたたちに協力してた人間のこと。そう。数日前あの男の妹は病気で亡くなった。あのただの偽善者は妹のことを足手まといだとか言って一度も見舞いに来なかった。その妹、この私がどれだけ絶望したか想像できる？あなたは彼女が生きてた時に生まれた人形なのね。そうだよ。妹が亡くなって兄さんはようやくたった一人の家族の存在に気づいた。けどどれだけ後悔してももう間に合わない。でも私がいる。だから私は兄さんの前に現れた。兄さん、もう泣かないで。私はここにいるでしょ。そしたら兄さんは私の言いなりになった。行きたい場所に連れてってくれるようになった。まあ兄さんのこともこの劇場に招待したかったけど、結局あなたたちの方が先に来ちゃった。あ、そうだ、ふと思いついたんだけど、私たちの仲間にならなくてもいいよ。別の方法であなたを助けられるから。あなたとキアナを普通の人間に戻す方法があるの。これまでにも似たような話を聞いたことがあるけど、どうするつもり？こうするんだよ。 The puppet approached Mei and posed a strange gesture as if channeling some form of power.じゃーん。 As it opened its closed palms, a ball pen fell to the floor. それは？これは断りの律者の力。あなたの友達からもらったんだよ。
今までずっと病院にいたから、こんなものしか構築できないけどね。ブローニャちゃん。May examined the ball pen on the floor. The blue shimmer meant it was indeed a creation of the Herrscher of Reason. She frowned and directed her eyes back to the puppet. どういうこと？断りの律者とあなたの提案に何のつながりがあるの？まさか構築の力で私たちの体を作り直すとかじゃないでしょうね。違うよ。ちゃんと話を聞いて。要点は断りの律者じゃない。私たちはあなたたちの力を奪うことができるの。私と手をつないで、力を込めて、バチバチってなったら、あなたの力は私のものになる。It didn't feel like a lie, so... どう？簡単でしょ？あなたが雷の律者の力を私に渡してくれたら、その後は私が空の律者の力を奪ってきてあげる。そうしたら、あなたも彼女も普通の暮らしに戻れて、もう崩壊に悩まされることもなくなる。I mean, come on, May is not that stupid. 確かに悪くない提案だけど、キアナちゃんがあなたから力を奪い返さないという保証はあるの？力を奪い返す？ありえない。力を失った一般人が、私たちに勝てるわけないでしょ。The conclusion jumped out. どう？考えてみて。May shook her head and reached for her blade once again. でもその理屈だと、空のリツちゃんの力を奪うのに私の力は別に必要ないようだけど。それなら先に彼女を普通の人間に戻してから、雷のリツちゃんの力をあなたに渡すのはどうかしら。ん？うん。確かにそうだけど。でも、断りのリツちゃんの力だけじゃ、勝てないかも？ええ、そうでしょうね。何が言いたいの？ May readied her battle stance.ごめんなさい。何があっても、キアナちゃんがあなたに負けることはないと思ってるわ。だから、あなたの提案には、何の価値もない。理解してもらえるように、ちょっと優しくしてやったのに。やっぱり、乱暴なやり方が一番効率がいいみたい。I guess so.これは私たちが十数時間かけて作ったものだよ。律者の力を使わないで、いつまで持つか見てみようじゃない。次はこいつだ。このデカブツは難しかったよ。丸くて大きくて、こいつを設計した人の趣味がわからない。故障？どうやらあなたたちはまだ断りの律者の力を完全に支配できてないよね。こんな時でもまだ私から何か聞き出そうとする気？悪い人だね。騙されないよ。焦らないで。っておきのお宝があるんだから。I mean, they really think May would hand over her power that easy, though. Really.遅いわよ。あ、誰？ Bang. The puppet collapsed to the floor. There's Raven. おや、
トリガーを引くのが早すぎたか？何を言おうとしたんだ？どうせ聞く価値もない言葉よ。With a sudden change of surroundings, the two found themselves back in the real world. 戻ったな。どうやら接触してきた人形を倒せば支配劇場とのつながりを立てるよね。ある種の保険ってところかしら。 In the box now lay a puppet, broken into pieces. あの男の人はどうするの？そのままにしてここの担当者に任せよう。あんな奴に同情はいらない。さっき人形が断りの律者の力を使ったわ。私も見た。探りを入れてみるか。ええ、頼むわ。May lowered her head and began to chew on what the puppet said. 戦いの途中、人形は私に律者の力を使わせようとしたわ。奴らは律者コアなんて関係なしに、その力を奪えるのかもしれない。そんなことができるのか？おそらく条件があるんでしょうけど、あの口ぶりからするとそれさえ満たせば奪うことができると思うわ。私が雷の律者の力を使わなかったから人形は力を奪えなかったんでしょうね。一つ推測があるんだけど。なんだ？黄泉の杖を覚えてる？効果は違うけど、この二つには共通点があると思うの。もう少し分かりやすく言ってくれないか？つまりどちらも律者コアと虚数空間のつながりに干渉するのよ。こう考えましょう。律者コアは鍵、蛇口の線、蛇口から流れ出るのは虚数空間のエネルギー、黄泉の杖は乱暴な手段で水の流れを止める、そして人形はホースを使って水を自分たちの桶へと流してるの。そう言われてみると確かにそうだな。渡りガラス、この人形を持って先に帰ってもらえる？別に構わないが、お前はこれからどうするつもりだ？この目で確認しなきゃいけないことがあるの。We got a dun 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 already. Okay. Did I even add anyone else? Could I have added anyone else? No, because it jumped straight into the next. Well, it didn't jump straight into the next one. It asked if I wanted to, didn't it? That was the difference. Oh. Well, it seems like a proper separation there. So I'm actually feeling like it'd probably be a good place to actually end this part here, rather than jump straight into 24-6. Try and keep things separate, because there's no scene or anything connecting these two, and it feels like the end of that little bit for now. It really, really does. It really does. So what are we percentage-wise? 38%. I'm wondering if this is another case of like this was added on a bit later. It could have been. It could have been. We'll keep an eye on the percentages just for curiosity's sake, really. For curiosity's sake. But that's us done for now. So we'll see you in the next part with 24-6. Ta-da for now. Thank you.